縦の突破力、皆さんお元気ですか？サッカーで縦に突破していくということは、相手のゴールに近づいていくということです。確実に相手ゴールに近づいていくためには、ゴールから逆算し明確にボールを動かしていかなければなりません。縦にボールを運ぶというとカウンター攻撃をイメージしますが、それだけではありません。センターバックから組み立てていくビルドアップ、複数の選手が連携し相手を崩していくサイド攻撃、ポストプレーによる中央突破、このようにゴールに近づいていく方法は一つだけではありません。それらを状況に合わせて選択し、チャンスを作り出していきます。ボールをキープするポゼッションサッカーが日本ではよく聞かれますが、パスばかりして相手ゴールへ近づいていくことを忘れてしまうと意味がありません。縦の突破力の第1回目は、縦に突破する攻撃のいくつかのパターンを紹介します。まず1つ目、カウンター攻撃。よく知られている攻撃ですね。これは相手の攻撃からボールを奪った時に素早く相手ディフェンダーの裏を取り攻め込んでいく攻撃です。次2つ目、中央突破。相手がゴール前で引いた状態で狭いスペースをついて攻める攻撃です。次ビルドアップ。ビルドアップは攻撃の起点を作り出す攻撃方法の一つです。ディフェンダーやボランチなど守備的な選手たちでパスを回して前にボールを入れる準備をします。例えばこの場面、相手のフォワードがプレッシャーをかけてきた時に、それをディフェンスラインでパスでかわして前線の味方選手にパスをするという場面です。ポイントはセンターバックやサイドバック、ボランチの選手が前を向いた状態でボールを受けることです。前を向いてボールを受けるためにはオフ・ザ・ボールの動きが重要になってきます。オフ・ザ・ボールの動きについては別の動画を作成していますので、そちらを参考にしてください。前を向いた時に前線の選手が動き出し縦への攻撃を始めます。攻撃の起点を作った後は、中央かサイドか、ロングボールなのかショートパスなのか、相手の状況を見て攻撃方法を選択し攻め込んでいきます。相手のプレスをかわして前を向けたとしても、次の選手が動いていなければ意味がありません。ビルドアップによって攻撃の起点を作りチャンスを作ることができて、初めてビルドアップが成功したと言えます。ビルドアップが失敗するパターンというのは、ディフェンスラインで横パスをするだけで前に進めないこと。良くないパターンは、相手のプレスでパスコースがなくなりロングキックに逃げてしまうパターンです。パスを回すことが目的ではなく、ゴールを奪うための手段の一つに過ぎないということを覚えておいてください。今回の解説はここまでとします。次回は中央突破とサイド攻撃について解説をします。見逃さないようチャンネル登録しておいてください。いいねもお願いします。We all got dreams, we all want things.